はい、用意スタート。リベンジナポリタンの RTA 始まるよ。今回は、うちが普段よく作ってるナポリタンを作っていくやで。具材はシンプルに、玉ねぎ、ピーマン、ウインナーの3種類。玉ねぎは4分の1カットぐらいで、結構薄めにスライスするやで。薄めの方が食べるときに、麺と絡みやすくなって食べやすいねんな。ピーマンも薄めに切っていきましょ。ピーマンは縦半分に切ってから、重ねて切ると楽やで。王将でやってたわ。ウインナーは3本ぐらい。まあここら辺りは好みや。ただ輪切りにはせずに、斜めに2分の1カットで切っていくやで。こっから分量を測っていくんやけど、フライパンに直接測りながら入れてもええやで。まずケチャップを大さじ3、ソースを大さじ半分。ちなみにソースはウスターソースでも、中濃ソースでも何でもええで。うちはこのブルドッグの中濃ソースよく使ってるわ。ケチャップはハインツのものを使ってるけど、これも好きなもんでOK。んじゃテーブル塩コショウを適量。今回はパスタ 100g で作るから、1人前のパスタにかけるぐらいの量やな。まあ分かりづらかったら炒めてる時に加えてもええやで。こんなもんで。あとここの塩コショウは、ブラックペッパーとかではなく、テーブル塩コショウの方が合うやで。んじゃ牛乳を加えましょ。牛乳はちょっと多め。大さじ5、加えて差し上げろ。結構多いね。加えたら混ぜましょ。これでベースのソースが完成。んじゃパスタを茹でて野菜を炒めていくやで。フライパンにオリーブオイルを大さじ1投入。まずはウインナーを炒めていきましょ。ウインナーにある程度焦げ目がついて火が通ったら、玉ねぎとピーマンも投入。ここで塩を一つまみ。野菜を炒めるときに塩を入れると、野菜から水分が出て火が通りやすくなるやで。あと下味をつけるっていう意味もあるな。映像では玉ねぎとピーマンに火が入った後やけど、玉ねぎとピーマンを入れたタイミングで塩も加えて OK やで。入れ忘れかけた。ギリギリガバな感じになったらさっきのソースをドバーって。具材と軽く和えて、一度沸いたらもう火は止めて OK。慎重派はここで火を止めて、パスタを茹で始めましょう。すでに隣でパスタを茹でていた積極派は、パスタの茹で汁を玉一杯分ぐらい加えて差し上げる。するとこんな感じでシャバシャバなソースになるので、これがポイント。軽く沸いたら火を止めて、もしやれば、イタリアンパセリやブラックペッパーも入れるとより、グッ、スーパーで簡単に手に入るし、あればより本格的な味になるやで。なければ入れなくて OK。今回はバリラの 1.4 ミリ、細麺タイプを使用。うちは細麺好きやからこれを使うけど、太麺が好きなら太麺で作ってもええやで。ただしパスタのグラムは 100g で、200g 食べるなら調味料の倍量で作ってな。パスタは茹で時間の表記より1分早めに揚げましょう。今回のパスタは6分やから、5分でフライパンにイン。ちょっとぐらい茹で汁が入っても、かまへんかまへん。茹で時間の残りの1分を使って、パスタにソースを吸わせつつ、ソースの水分を飛ばしていくやで。ほんじゃこの汁っぽいのがなくなるまで和えていきましょう。ここからは強火で OK。一気に水分を飛ばしながら絡めていくやで。タイム的には2分ぐらい経ってる気がするけど誤差だよ誤差。更新の余地を残すお姉ちゃんのターン。な感じになったら最後の仕上げにバターを投入。今回は1個 8g のバターやったからそのまま丸ごと加えたけど、ちょっと多めやから 5g ぐらいでええんやで。バターが溶けて、麺全体に絡んだら盛り付けて。いくそうでってってってて。ペペロンチーノみたいな皿してんな、おめえな。今回のポイントは、ソースの水分が多めの状態で麺と和えること。もう一つはバターやな。これが最後に入るか入らんかで、味のコクが段違いやで。ちなみに、ウインナーは安すぎないものにした方がええやで。今回はスーパーで300円ちょいぐらいの燻製屋にしたけど、300円を下回ってくると、たまにめちゃくちゃまずいウインナーあるから注意。うちはだいたい300円から400円までのウインナーを買うようにしてるやで。シャウエッセンとかアルトバイエルンはうまいんやけど、たまに500円台で売ってることもあって、高いねんな。ウインナー、普段いくらぐらいで買ってるか、コメントで教えてくれメンス。というわけで、オイータパセとオイ黒胡椒をして完成。ウインナーの盛り付け方はどうかと思うけど、ママエアロ。ナポリタンやクオレ派。ほな、いただきます。パク、うまい。ここでタイマーストップ。記録は23分46秒でした。味の感想の前に乾燥した感想ですが、ぬは疲れへん。晩ご飯作るのめんどくさくなったら、ようこれ作るねんな。天津飯とかの方が圧倒的に楽やし早いんやけど、ケチャップ好きやから、個人的にはナポリタンの方が食べたい日多いかな。
あとテーブル故障も地味にポイントやから、気持ち多めの方がうまいやで。チャーハンとかナポリタンにはテーブル故障の方が合うねんな。よかったら追走してみてな。招き猫さんから素敵な支援をいただきました。かわいい。うちがいっつも着てる割烹着とナスのヘアピンかわいすぎ問題。割烹着は妄想で補いつつ柄を変えてくれたらしいやで。ガバっても許してもらえるかわいさやクオリハ。招き猫さん素敵な支援へ。ヘアピンナスザ・エンドってね。はい、ごちそうさまでした。でね。